はい。というわけで、これをね、見ていただくとわかると思うんですけども、夏風邪かなと思いまして、ちょっと喉がイガイガするなという感じだったんですけども、一日過ごしていくうちにですね、あれこれちょっとやばいかもなっていうね、あのー、ちょっと嫌な関節痛、腰の痛みが出てきまして、で、熱も出てきたので、あらと思って、まあ夏風邪だろうなと思いながらね、 一応ね、家にあった、えー、コロナのね、抗原検査キットがあったので、そちらをしてみたところ、えー、なんと、陽性でした。というわけでですね、えー、今更ではありますけども、コロナになってしまったという感じでございます。えー、っとね、まだ今日、ぐわっと熱が出てっていう感じなので、一応ね、あの、明日病院に行こうかなというふうに思ってるんですけども、またそれ次第でね、えー、どんな感じになるのかなっていう感じでございます。 まあせっかくね、こういう機会もないので、動画にしようかな、ということでね、えー、動画にしております。はい。まあそんな感じで、ちょっとね、熱だけ測ろうかなと思います。寒気が止まらないんですよね、結構。で、冷や汗が出てくるので、うわっっていう感じだったんですけど、まさかね、コロナだとは思わなかったですね。このね、動画を参考にしていただいて、コロナこんな感じだったんだな、とかね、えー、こんな風な具合になって、 なるんだなとかね、そういうのでも参考になるのかなというふうに思うので、ぜひ見ていただいて、えー、一つのね、参考にしていただければいいなという感じでございます。いやぁ、これからちょっと仕事のこととかで、ね、バタバタしそうですけども、ちょっとね、大変だなっていう感じではあるんですけどね、ちょっとこれはした、仕方ないのでね、 わかるかな、えー、?38 度8分でございます。また熱上がってきましたね、えー。今の感じで言うと熱と、あとは喉の痛みっていう感じですけどね。えー、ここからどんな感じになるのかっていう感じでございます。えー、引き続き何か、えー、あったら応援しようかなというふうに思います。はい。おはようございます。というわけでですね。昨日早めに寝た分、今日めちゃめちゃ早く起きてしまってですね。ただ、えっ、ー、と、下熱鎮痛剤を飲んだので、だいぶ熱は下がってたんですけど、 ちょっとね、また2時間ぐらいかな。起きて2時間ぐらいなんですけど、寒気が出てきたので、もしかしたらまた熱上がってくるのかなという感じでございます。ちょっとね、熱測ろうかなと思います。逆にね、普段編集とかで寝るの遅くなっちゃったりしがちなんですけど、さすがに昨日はですね、その気力がなくてですね、早めに寝てしまったんですけど、だからそういった意味ではいつもより余分に多く寝てるんで、めちゃめちゃ気持ち的にはスッキリしてるんですけどね。ただ、結構やっぱり辛いですね。 喉の痛みと、あと、痰、声がガラガラするっていう感じ。くらいですかね、今のところ。あとは熱があるかどうか、みたいな感じです。まだね、6度6分ですけど、えっ、ー、と、ちょっとこれから熱上がってきそうなのでね、用心しておきたいなという感じでございます。この後ね、病院に行ってこようかなというふうに思います。 病院に行って、えー、しっかり診断してもらって、あとはね、薬をもらってことかなというふうに思っております。でね、奥さんももう濃厚接触にはなってますけど、今のね、あの、コロナって5類になってるんで、濃厚接触に関してはあんまり、もうね、あの、隔離みたいなのはない感じではありますけどね、えー、奥さんも自主的に病院に行って検査を受けようというふうになってるということでございます。 はい。とりあえずそんな感じですね。えー、先ほどね、病院に行ってきました。でね、薬をもらって帰ってきたので、えー、それを飲んだんですけど、だいぶ楽になりますね。もう熱が下がってる時はいいんですけど、熱が上がってくるとどうしてももうね、動けなくなってしまって、もう寝てるほかなくなってしまうという感じなので、今ね、熱が下がってる間に、ちょっとね、仕事の関係だったりとか、動画の編集だったりをして、 いるという感じでございます。できるだけね、奥さんとも距離をね、離してっていう感じではあるんですけど、どうしても同じ家に住んでるので、これはもしかしたらかかるんだろうなという予感がありながらね、今過ごしてるという感じなんですけどね。はい、そんな感じでございます。えっ、ー、と、多分ね、今だいぶ落ち着いてるんで、あれですけど、熱をね、また測ろうかなと思います。昼間、病院行く前に測ったところ38度区分まで出てですね、 えー、がっつりコロナだね、というふうに言われちゃったわけですけども。やっぱり今、増えてるらしいですね、またコロナ。まあ、なるときはなるんだな、という感じでございます。自分もワクチン受けたのがもう去年の11月だったので、ね、そろそろ、かかるときはかかるんだろうなと思いつつ過ごしていたところではあるんですけどね。ただ、マスクは外では絶対してるし、手洗いはがいも徹底してたんで、そんな中でもやっぱりかかるんだなっていう感じではありますけどね。はい。 えー、今ですね、6度8分ということなんで、えー、だいぶね、熱は下がってるという感じでございます。これがね、またあの、寒気とかが出てくると、あ、薬切れたなっていう感じで、えー、熱が上がってくるので、えー、ちょっとその前にね、いろいろお風呂入ったりとかできたらいいななんていうふうに思ってるんですけどね。はい、そんな感じでね、えー、今日は、えー、あんまり無理をせずに、で、熱が下がってる間に、仕事関係片付けたいなという感じでございます。 一日目の、えー、夕方ですけどね。ちょっとね、薬が切れてくると咳と、あとはね、え下、ー、熱鎮痛剤が切れてくると熱が出てくるという感じで、えー、熱が出る前にね、お風呂に入ろうと思ってお風呂に入ってたんですけども、お風呂に入ってる最中から寒気がひどくてですね、これまた熱上がってくるんだろうなという感じでね、えー、ちょっとしんどくなってきたなという感じでございます。あの、薬の副作用というかね、で、水分がめちゃめちゃ欲しくなるっていうのと、 食欲が落ちるっていう話があるので、その影響かわからないですけど、水めちゃめちゃ飲んでるせいか、水パレになってお腹いっぱいでね、ご飯食べれない感じになってるんですかね。まあ、口に入れれるやつ、口に入れて薬飲もうかなという感じでございます。というわけでね、えー、最後に、また熱測ろうと思います。もうだって見るからに顔赤いからね、結構熱上がってんじゃないかなっていう感じですけど。 お風呂を湯船に浸かってても鳥肌が止まらないって初めてで結構しんどいですね、この寒いんですよ、基本的に。なんですけど、冷や汗がめっちゃ出てくるのと部屋自体は気温がめちゃめちゃ高くなるので暑いんですよね。なので、かといって着込むとめちゃめちゃその服びちゃびちゃになっちゃうのでどうしたもんかなっていう感じはあるんですけどね。ちょっとその辺いい具合にできればいいなと思いつつなかなか難しいなっていう この時期ならではの感じに苦戦しているという感じですかね。まあ、でも熱がね、下がってる間に編集だったりとか、えー、仕事のね、えー、調整だったりとか、ある程度できたのでね、編集はちょっとね、中途半端な感じなんですけど、またね、えー、ロキソニン飲んだので、えー、熱が引いたら動画編集しようかなという感じでございます。はい。えー、上がってきましたね。こちら、えー、39度でございます。 はい。というわけでね、えー、ちょっとまた動けない感じになってきたので、えー、寝ようかなというふうに思います。はい。はい。というわけで、おはようございます。発症0日目から数えると、2日目って感じですね。まあ、寝れなかったね。おとといまでは熱があったのもあって、体動けなくて、それもあってすぐ寝れてたんですけど、昨日は、あの、ロキソニン飲んで寝たんですよね。 熱が上がってきたので。そしたらぐっすり寝れるかなと思ったら、今度は喉と咳炭それが苦しくてですね、ゆっくり寝つけないというかね、そんな感じでした。なので、寝て起きて寝て起きてを繰り返し、一番しんどかった気がします。はい。 まあ今のところ奥さんにはね、まだ映ってない感じですけど、でも奥さんも喉いて映ってるんで、ちょっと怖いなっていう感じはありますけどね。はい。とりあえず、熱測ろうと思います。ちょっとね、また熱上がってくるのかなっていう、以上で熱続くかなっていうのがちょっと怖い感じではありますけどね。でも昨日そんなにガッチリ上がりきる前に、おきさぎに飲めてたので、それを良かったなっていう感じですけどね。ただその分寝れなかったのは、 しんどかったなっていう気がしましたけどね。最初は喉の違和感と熱だけだったので、んっていう感じだったんですけど、今はね、咳が出始めて、あと、石炭、鼻詰まりあとは、熱っていう感じなので、なんか、費用ごとに辛い感じはしますけどね。熱の高さ的にはそんなに高くまで上がらなくはなってきたのかなっていう。 夜中はね、そんな感じでしたけども。はい、微熱ですね。7度4分。はい。こんな感じです。昨日ね、あの、奥さんが、あの、いっぱい買い込んでおこうということで、スーパー回ってくれてですね、カップラーメンとか、あの、簡単に食べれるご飯物、あとはゼリー、スポートリー系、すごい買ってきてくれたんですよ。食欲はですね、あんまりないんですけど、ただ食べようと思えば食べれるっていう感じなので、 ある程度、食べて、薬を飲んで、様子を見ていこうっていう感じですかね。はい。ちょっと、昨日、おとといの熱よりも、今日の方がしんどい気がしますね。熱は低いですけど。はい。そんな感じでございます。はい。というわけでね、お昼を食べて、えー、ちょっと休んだっていう感じなんですけど、えー、午前中だいぶね、 あの、熱上がっても 7, 7度5分とかで、あいい感じかなと思ってたんですけど、ご飯食べる前に一気に来ましてですね、8度9分ぐらいまで上がりました。で、ご飯を食べて薬を飲んで、なんとか休んで今っていう感じなんですけど、えー、だいぶまだしんどいですね。はい。えー、とりあえず、えー、お昼もね、あんまり食欲がなくて食べれるものを食べようということで、ウィーラインゼリーとかね。 えー、そういうのを、なんとか口に入れてっていう感じでした。はい、えー、熱測ろうと思います。今ちょっとね、だいぶ、さっき薬飲んだので、で、汗が出てきてるんで、だいぶね、熱下がってきてるんじゃないかなっていう感じなんですけどね。ただね、いかんせ、ん頭が痛いっていうのと、あとね、肩こりと、 関節痛、腰の痛みがひどいですね。ワクチンの接種の動画を上げたと思うんですけど、それと同じ感じのだるさというかね、そねえー、そんな感じでございます。またね、汗かくと一気に汗がバーって出てきちゃうんで、本当は嫌なんですけどね。えー、今ですね、8度4分でございます。だいぶ熱また上がってきたなという感じですが、さっき薬飲んだので、ね、だいぶね、ここから落ち着いてくれるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。 とりあえずまた休もうかなというふうに思いますというわけでおはようございますえー、発症してから3日目になるのかな熱はねだいぶ引いてきたんですけどもえー、こんな感じでね喋っててわかると思うんですけど声が出ないあとは喉の痛みえー、そんな感じですねあとはえ痰、ー、石炭 鼻詰まり、みたいな感じでございます。熱はね、下熱剤飲んで今冷えてますけど、えっ、ー、と、もしかしたらまた上がってくるのかな、みたいな感じになってますけどね。どんな感じなのかっていう感じです。昨日はでも、えっ、ー、と、寝る前にね、下熱剤飲んで寝たので、えー、ぐっすりと寝れたという感じでございます。前回、えー、寝れなかったっていう話がありましたけど、だいぶね、その辺も落ち着いて、えー、寝れたなっていう。 気がしましままた、えー、を測ろうと思います今、だいぶ楽なのでね、えー、多分ですけど、熱はないんじゃないかなっていう感じでございます。おそらくですけど、奥さんもがっつりかかった感じですかね。えー、昨日の夜から熱が出始めてまして、咳、えー、もしているので、おそらくコロナかかってるだろうなっていう。 感じでございます。昨日の段階で熱が出始めて、えー、抗原検査したところ、まだね、陰性ではありましたけど、えー、奥様39度ぐらいまで出てるんで、おそらくもうかかってるだろうなっていう感じですね。まあちょっとね、どうしても、えーと、部屋を分けてるって言ってもね、 同じ空間で生活してるんで、いつかはかかるだろうなっていう感じなので、はい。熱は下がりましたね。35度キューブ低いぐらいですけどね。はい。そんな感じでございます。ちょっとね、声がガラガラなので、あれですけど、えー、とりあえずね、また今日一日お過みようかなという感じでございます。はい。 というわけで、えー、お昼過ぎですね。先ほどお昼ご飯を食べて、えー、薬を飲んだという感じなんですけど、ちょっとね、味覚がおかしくなってきてるというか、まあコロナ特有なのかもしれないんですけど、味を感じづらいというかね、感じないわけじゃないけど、薄味にすごく感じるというかね、そんな風に、えー、今なっちゃってますね。匂いはもともとなんかこう、鼻水、 鼻詰まりもあるので、感じづらかったりはするんですけど、ちょっとね、あの、味薄いな、薄味のご飯食べてるなっていう感じがするですね。ご飯があんまり美味しくないなっていう感じになっちゃってますね。で、奥さんもいよいよ熱がぐーんと上がってきて、えー、昨日、おとといの自分を見ているような感じになってきたという感じでございます。二、えー、人ともね、外に出れずに、 まあ、その前にね、いろいろ買い込んではいたんですけど、ちょっとね、あの、スポーツドリンクとか、えー、もう切り、切れ始めてって、ただ、その中でもですね、えー、実家の方から、えーと、いろいろね、送っていただいたりとかして、なんとかなってるっていう感じでございます。まあ、自分は熱だいぶ引いてきたんで、だいぶ落ち着いてはきてるんですけどね。はい。というわけでね、最後熱測ろうかなと思います。もうね、ロキソニン飲まなくても、熱だいぶ、 上がらなくなってきてるんで、ようやく、こう、落ち着いてきたなっていう感じはあるんですけど、それと引き換えで、声の出しづらさ、喉の痛み、咳、鼻水、鼻づまり、味を感じづらいっていうところが、顕著に出てきたなっていう感じでございます。はい。えー、36度4分でございます。熱はもう、下がりましたね。 えっと、昨日もそうだったんですけど、お昼過ぎからね、また一気にぐーっと熱が上がってきたんで、ここからまた要注意しながらね、ちょっとゆっくり過ごせたらいいなという感じでございます。うん、奥さんも具合が悪いんでね、自分がちょっとずつ良くなってるんで、えー、サポートできたらいいなっていう感じですかね。はい、そんな感じで終わります。はい、おはようございます。 と言ってはですね、もう、えー、お昼過ぎてるんですけども、えー、先ほどお昼を食べて薬を飲んだという感じでございます。だいぶもう熱も出なくなって、ようやく落ち着いてきたという感じでございます。相変わらず喉は痛いし、咳も出るし、ですけど、昨日よりも、痰だったり鼻詰まりっていうところはね、だいぶ収まってきたかなという感じでございます。ようやく体も元気をもう、 取り戻してきたという感じはあるんですけども、いかんせん喉が痛いので、あんまりこう、がっつりと食べ物を食べれないっていうのが、ちょっとまだしんどいなという感じでございます。で、自分がね、良くなってきて、と、逆にね、奥さんはどんどん悪くなっていってっていう感じで、今ね、あの、絶賛、熱、昨日まで出てたんですけど、ようやく今日、 えー、ちょっとね、熱も落ち着いて、えー、だいぶいいのかなっていう感じになってきたという感じでございます。<laughs> はい。そんな感じで、えー、体温計測ろうと思います。はい。えー、ちょっと低いぐらいですね。35度7分でございます。はい。えー、いやー、熱が出ないだけでこんなに楽になるかという感じですけどね。だいぶ、えー、気持ち的にも楽になってちょっと良かったなという感じでございます。なんかね、結構やっぱり、今、 コロナになる人、また増えてるらしくてですね、自分の周りでも結構、えー、コロナになってしまいましたっていう人が多く出てきちゃってるんで、皆さんも、えー、まあ、これはね、一つの参考にしかならないかもしれないですからね。一応ね、まだ明日もお休みなんで、えー、もう一日動画様子見てね、えー、撮れればいいかなというふうに思います。はい。というわけで、だいぶ良くなりましたね。えー、熱も、 ななくなりりまましてて鼻鼻水鼻づまりもだいいぶ落ち着いてきたなといいう感じでございます、まあ、ただね、えー、喉の痛み、あと、咳ですかね。あとは食欲がないのは、まあなんか、薬の副作用もあるのかもしれないですけどね、えー。その辺はまだあるかなっていう感じでございます。あと、若干味を感じづらいかなっていうのはね、未だにある感じですかね。えー、まあ一番不調の時よりはね、だいぶ、 あのよくはなりましたし少しずつよくはなってるんですけどもまあ喉痛いってのもあってねまだあんまりこう食べ物を食べても味気ない感じがするなという風には思いますけどねで奥さんもねだいぶ昨日よりも良くなってきて熱もね、えー、だいぶ落ち着いてきたのでようやく解放に向かっているなという感じでございますいやーしんどかったですねはい あのー、今コロナまた流行ってきてるらしいんですよ自分の周りでもね結構また出始めちゃってるんで皆さんもねあの注意して過ごしてくださいという感じでございますまあでもね自分も外では常にマスクしてましたし手洗いうがい消毒っていうのは必ずやってたんでまあ、それでもかかるときはかかるんだなという感じですよね、まあ、なのでそうなった時にね今回のこういう動画参考にしていただければいいなというふうに思っております あの、まずこの時期がね、結構しんどかったなって、気温が暑いっていうのもあって、熱が上がるとめちゃめちゃね、あの、体感的には寒くなるんですよ。なのに部屋は暑いので、着込んでも汗かいちゃうし、辛くて冷や汗っていうのもかいてくるんで、思ってるよりもこう、下着だったりとか、替えの服、 用意ししておくのがいいいかもしれないですね結構自分もしんどい時熱がめっちゃ上がってる時なんかは本当に汗止まらなくて寒いみたいなのがあったので一日に34回ですかねあの着替えたりもしたので、えー、そういうね着替えだったりね替えの服を、ね、常に準備しておいた方がいいなっていう感じでございましたあとねあの実際コロナになってあってよかったもの 結構参考になるんじゃないかなと思いますけどまず熱さシートですかねあの自分の場合は結構熱が高熱3 0 8度から39度南部ぐらいまで出てたんで、まあ気休めにしかならなかったですけども、まあないよりはあった方がやっぱり楽だなっていうふうに思ったので、まあこれはないよりはあった方がいいかなっていう感じでございます。あとは飲み物ですね。スポーツドリンク。特に普通のポカリスエットとかアクエリアスみたいなやつですね。あの、今よく出てるソルティライチとか、 レモン系、あとは炭酸系とかね。自分は喉痛くて、そういうの飲めなかったので、普通のポカリスエット、アクエリアス、その辺が一番妥当かなっていうふうに思いましたね。食べ物系で言うと、まあ、やっぱりね、あの熱が出ると体が動かない、関節痛できついっていうのがあったので、簡単に食べれるのがすごく重宝したなっていう感じでした。ウィーラインゼリーとか、あとはプリンとかね。 あとはね、果物とかですかね。この時期、桃とかちょうどたくさんもらってあったんですけど、桃は結構ね、スルッと食べれてよかったなっていう気がしましたね。まあ、剥くのはめんどくさいですけどね。<laughs> はい。まあ、あとはちょっとつまめるお菓子とかそんな感じですかね。 あの簡単に作れるお湯だけで作れるカップラーメンとか冷凍うどんとかあとそうめん系とかね喉痛いのもあってご飯系っていうのはねなかなか食が進まなかったんですけど麺類はねやっぱりすごく助かりましたね自分意外とアイスクリーム普段毎日食べるぐらい好きなんですけどこのねコロナの期間っていうのは寒気がすごくひどかったのとあとは喉がめちゃめちゃ痛かったんですよなので逆にアイスクリーム系 なんか喉を冷たくなっちゃうようなやつとか、体感で寒くなっちゃうようなやつとかね、そういうのはあんまり食べる気にならなかったなっていう感じでしたね。あとはね、あの自分は嫌いなんであんまりなんですけど、奥さん的にはおかゆ、あのパックでチンするだけのやつとか、ああいうのがあるとすごく助かったみたいですね。はい。と、まあこんな感じですかね。あの、まあ結構コロナ禍も明けてね、あの、どこ行っても人が多いので、いつ、 ね、また、こういう風にコロナになってもおかしくないなっていう感じだと思うので、まあ、ぜひね、この動画を参考にしていただいて、何かの時に役に立ったらいいなっていう風に思っております。はい、というわけでね、えー、約1週間ぐらい。 えー、実際に自分も熱を出しながら動画を撮りましたけども、まあ皆さんのね何かの参考になればいいなというふうに思いました。まあ自分もね思い出の片隅にこの動画残してね、あの時コロナかかってたなっていう、そういうふうになればいいなっていうふうに思いましたね、えー、今回動画にしました。というわけでね、えー、よろしければチャンネル登録もしていただければというふうに思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。